ゴールキーパー清水は今シーズン初出場、最終ライン飯田、ヨルディバイスは J リーグ通算100試合目、浅田、荻原、中盤の底は武田と予想しました。福岡と三沢のインサイドハーフ、3トップ、ピーター・宇高、宮吉、松田、サブはご覧のメンバーです。ゴールキーパーは志村、最終ライン生駒、村松、岡村、永田、中盤の底武坂と針ヶ谷、2列目は高橋大吾、西村、荒垣、富山、ワントップということになっています。サブにはご覧のメンバーが入っています。あのゴールに入った感覚はあったと思うんですが、はい、まあ、志村選手のあのビッグセーブっていうところでしたね。宮吉クリックしてワイド、ピーター宇高、今度はどうだ、シュート決まった、2試合連続ゴール。この宇高選手のトラップでも決まりましたね。まあ、ニアもファーもどちらも蹴れるという位置にファーストタッチで置いたので、これによって志村選手もまあ判断を2択を迫られてしまったというところで、最後宇高選手の素晴らしいシュートが決まりましたね。そうですね、ヨルディバイス福岡寄っていますが、グランダーのボール、宮吉クリックして前を向いた宮吉、松田と宇高が入れ替わって、宇高だ、右足もう一度行くか、回収した三沢、荻原シュートか、こぼれ球武田が狙っている、志村、そして宮吉待っていますが、まだいます、飯田、浮き球を使ってピーター宇高だ、ピーター宇高2連発、いよいよ覚醒しようとしています。昨シーズンの得点王です。まあ、ここで一回志村選手触ったんですけど、でファーサイドでここ宇高選手が逃げる動きしたので、まあ、ディフェンダーとしてはこれボールウォッチャーになってしまったので、宇高選手のこの動きについていけず、まあ、最後簡単ではないんですけど、はい、よく宇高選手左足で合わせてゴールに決めましたね。そうですね、ヨルディバイス運んでいきます、いい左に出します、バイス選手上がりましたね。そうですね、そのバイス上がっている、宮吉グランダーのゴール、飯田が来る、シュートだー、ねじ込みました、 J 初ゴール、このバイス選手の持ち運びからの展開が効きましたね。それでバイス選手上がったことにより、ディフェンダーも最後は飯田選手のいいサポートから、このワンタッチも良かったですし、まあ、シュートは素晴らしいですよね。そうですね、まあ、ニア上っていうところで、高橋大吾、右足は打たなかった、折り返した、シュート決まった、富山2試合連続ゴールで1点を返しました。今ここの縦パスから高橋選手が切り返して追い越して、クロスに富山選手反応してっていうところだったんですけど、ここの切り返しは大きかったですね。はい、それでまあ追い越したことによっていい形でセンタリングが上げられてのゴールということで、まあ、この前に厚みのある攻撃がずっと続いてたので、まあ北九州としては本当にいい時間帯でね。ゴールキーパーの前、ピーター宇高、志村ポジションに戻ります、宮吉ワイドに出して、浅田はもう一度戻します、福岡が間をすり抜けてクロスを上げる、いい対応を見せます、ただ空振りしてしまって、福岡から宇高、シュートだー、ハットトリック達成、ここで抜け出して一回止めたんですが、ちょっとクリアできなかったですね。でここの宇高選手のトラップですよね。はい、
もうこれで全て決まりましたよね。あ、なるほど。ここに置いたことによってステップをせずに、まあ、軽く踏んでましたけど、はい、でもほぼノーステップに近い形でシュートを打てたと。グランダのボール、ヨルディバイスだ。自ら J 通算100試合目を祝いました。いや、もうこのサインプレーで、まあ、バイス選手が下がってシュートっていうところなんですが、まあ、このシュートも簡単ではないですよね、はい、非常に素晴らしいシュートでしたね。また福岡がペナルティエリアから大きく出て、低いボール、中振りいくか、ヨルディバイス、ねじ込みました。今日2ゴール目、まあ、ボールの質とこのニアのフリックと、あとはバイス選手のこの合わせですね。もう蹴り手と受け手の意思があってというところと、はい、まあ、あとはバイス選手ね、本当合わせに行ったっていうところで素晴らしいゴールでしたね。そうですね、まあ、ディフェンダーで2得点ってなかなかないんですが、はい、いや本当すごいですね、はい。まあ、小林監督は今タックルをした乾に対して非常に楽しみな選手ということを話していました。ここでホイッスルです。豊のハットトリック、ヨルディバイス2ゴール、6対1、京都サンガいよいよ動き出しました。